6人タッグマッチ30分一本勝負を行います。ラオコーナー270本の泉田純、デビューはババコのタックルした泉田純、250本のエイゲンハルカ、永遠の占領役者エイゲンハルカ、400本のジャイアントキマラ、まだその面を取りません。245本の井上雅夫、馬場さんへの恩返し、井上雅夫、230本の桃田光夫、アメリエ軍団参謀桃田光夫、250本のラッシャー木村、天国の兄貴見守ってください、ラッシャー木村です。マイティ井上です。全日本プロレスの果てしない戦い、悪役商会対ファミリー軍団、30分の一本勝負です。ラッシャー木村が率いるファミリー軍団、そしてエーゲンハルカ率いる悪役商会、木村はまだその面を取りません。あっと、泉田の胸には団子三兄弟、三男と書かれています。三兄弟の三男が泉だ。そう、おっと、木村の胸にも団子三兄弟、団子の次男ジャイアント木村、そしてもちろん長男は永遠の胸にも団子揃いました。東京ドームに悪役三兄弟上陸、長男永遠遥か53歳、次男ジャイアント木村34歳、そして三男泉田純33歳です。場内が騒然としてまいりました。ジャイアント馬場記念引退記念興行、豪天に東京ドーム、悪役商会対ファミリー軍団、決戦のゴングを待ちます。まず赤コーナー桃田、そして青コーナー平原です。今伝統のゴングが鳴らされました。30分の一本勝負、見合った、桃田が押していきます。ロープのコール、自ら発しましたエーゲンハルカ、背中には長男、そして胸には団子、半時計に回って相手の動きを伺います。走った、縦横無尽に走る、その上を越えていった、見せます見せます、巻いてきました、復興寸前東京ドーム、再び組み合ったバックに回ったエーゲン、届くか、捉えた桃田、後ろに回った、腕を取っています。自分でロープと大きな声で発しました。二度交える、今度は押し込んでいったのが桃田です。クリーンに分かれた、あった、ラッシャーの胸にチョップ、奇襲を受けました。その隙を突いて今度はエーゲンが三男にタッチ、泉田純です。ヘッドバットを落としました。非常に硬い頭を持っていますこの泉田純、チョップで打開しようとする、その桃田、井上にタッチです。井上雅夫、そしてラッシャーもリングの中に入りました。どうやらラッシャーです。ラッシャーにタッチが成立です。ラッシャー木村、日本の時代の荒波、そしてプロレス界の激動を生き、そして戦い続けてきましたラッシャー、かつての金網デスマッチの鬼であります。こちらが泉田純、そしてラッシャー、足を一つ蹴られました、左の膝を押さえています。ラッシャー木村、デビュー35年目に入りました。軽快な動きが光っています。ラッシャー木村ヘッドです。ラッシャーの額にヘッド、さあもう一発いくか、前を取った泉田、ズシンという音、ロープに飛んだ、ラリアット、ラッシャーのラリアット、額にヘッドバットを受けましたがラリアットでなんとか打開、そして団子次男ジャイアント木村です。
170キロの巨体、どんな戦いを見せるかラッシャー、組み合います、押し込んでいきます。大きな背中に次男と抱えたジャイアントキマラ、あった、チョップを出します。モンゴリアンチョップ、崩れ落ちるような体勢になっているラッシャーです。ヘッドロックを捉えた、こらえるラッシャーです。脳天へのチョップ、これはかなりの衝撃があった。ラッシャー反撃、音だけで激痛であります。ラッシャーが井上にタッチです。今日初めて登場の井上雅夫、ニュートラルコーナーのパットに木村の頭を打ちつけました。エルボーを打っていく井上雅夫、木村も反撃します。フェイスロックの状態、さあ手を伸ばしたエーゲンです。悪役三兄弟の長男、悪役紹介を引っ張るエーゲン、腹部そして背中への張り手、容赦なく踏みつけていきます。両方の張り手、あった、裏返った、モンドリ打ちます。井上雅夫、そしてリズム役泉田を呼び込みました。2人で井上の頭を持っています。あった、3人で来た、まさに三本の矢、カバーの体勢です。羽を置きました井上、ファミリー軍団に井上雅夫、そして悪役紹介に泉田潤、全日本プロレスの戦いが受け継がれていきます。あっと、桃田反撃、喉元にぐさりと刺さりました。思わず倒れたこの泉田、さあどうする、桃田にタッチです。5分が経過しました。30分の一本勝負、蹴り上げます。初の第8代の世界ジュニアヘビー級の王者桃田、言わずと知れた日本プロレス界の父、力道山の次男であります。全日本プロレス旗揚げから参加した桃田光雄、デビュー29年であります。さあそして平原が来た、平原と桃田、張り手張り手、さあ東京ドームに集まったこのお客さんは知っています。この時間帯が訪れました。コーナーに追い込んだ桃田がもう何発打つかわからないほど連発連発、チャンスをこれでの肩打ち込んでいきます。桃田対エーゲン、あった、エーゲン意識があった、崩れ落ちました。胸のペイントが剥がれんばかりの勢い、虫の息になってきたエーゲン、あった、桃田がリングの下、そしてエーゲン見せます。そこからどうする、飛ぶのか、高さ62メートルの高い天井、東京ドーム、高さのある攻撃を見せようというんでしょうか、エーゲン遥か、桃田が戻ってきて、桃田が戻ってきた、この位置、止まった、発射、ホームベース方向に飛んでいきました。そして今度は一塁側、タッチ成立で木村、ラッシャー木村を呼び込みました。エーゲンがようやくエプロンサイド、エーゲンを捉えました。さあどうする、組み合っています。さあそして今度は一塁側、本日2発目、いった、ものすごい弧を描きました。あーそして井上がまともに顔面で受けました。さあエーゲンとラッシャー木村しがみついています。トップロープを離しません。木村にタッチです。木村と木村、ニュートラルコーナーに追い込んでいます。追い込まれた状態のラッシャー、どう打開するか、35年のキャリア、
数々の苦しい戦いをものにしてきましたラッシャー。1970年には日本初の金網デスマッチも経験しています。張り手で打開します。そうです、ラッシャーの最初の格闘の舞台は大相撲の世界でありました。試合の権利が井上に移っています。おっと、顎の肉を掴んでリングの中央まで持ってきました。そして顔面かきむしり、普通に顔が歪みました。ジャイアントキマラ、今度はショルダー、肩を叩きます。そしてハイアングルでのストンピング、キマラのスタミナを徐々に奪っていこうという井上です。この井上雅夫、馬場さんからは入門2日目から直々に受け身を教えてもらったそうです。そしてそんな馬場さんからこの井上が最後に教えてもらった言葉が、筋力も大事だがスタミナもつけなければダメだ。その馬場さんに届くか、ファミリー軍団対悪役紹介、伝統が受け継がれていきます。若い子の井上と泉田、ドロップキック、まともに喉元に当たりました。そしてモーさん、羽交い締めにしている腹に張っていきます。張り手、そして蹴り上げていきます。さあフォアボムのような体勢だ。さあ抜くか、132キロの泉田純を持ち上げるか、桃田光雄100キロ、こらえるリバースの体勢、返していきました泉田。そして桃田の足を取ったエーゲンです。さあ足を抜くか、いやスピニングトーホールド、3回回した。さあうつ伏せ状態、足を離しませんエーゲンです。さあ回った東京ドーム、試合の権利がジャイアントキマラです。エルボードロップ、重みがありました。左の肩がどうやら上がったようです。レフリーはマイキーの上、これは爪を立てています。桃田が苦しい表情、リングの中央です。ロープまではまだ距離があります。アイアンクロー、体重も乗せていきます。さあ桃田光雄、デビューから29年、戦い続けた桃田光雄、ロープに手を伸ばそうという、いやしかしそこは青コーナー、敵陣であります。木村から泉田へ、そしてモーリアンチョップ、頸動脈のあたりを狙いました。そして132キロの隕石、頭でまともにいきました。ツーカウント、エーゲンが今は井上やラッシャー木村のカットを阻止しようという動き、バックドロップ、そして桃田から井上に、さあラッシャーを呼び込んだ。さあどうする、ロープのハンドを利用して、おっと張り手スクールボーイ、ツーカウント、跳ねのけました。ラッシャーも助太刀しましたがカウントは2。ファミリー軍団が勝利まであと一歩というところでした。 DDT 泉田から木村に、タッチワークはいいようです。青コーナー悪役紹介、天に向かって何か叫びました。あー、ギロチン自爆、ギロチンドロップは自爆です。一気に形勢逆転、攻守が入れ替わります。井上が、いや逆に振られた、ニュートラルコーナー、これもよく見ていました井上。
70キロの木村を投げ飛ばした。そして腕を回している井上、前を放った、ラリアット、まだ倒れない、ランニング、さあ3度目ラリアット、木村倒れました。カバーだ、2カウントです、2カウントです。3発ラリアットを見舞いました。井上正雄、汗が光ります。さあ上がりません。重力に逆らうか、足を踏みつけた、裸足のその足を踏みつけた、あーっと太陽を浴びせたのは木村だ。カバー返した、井上返しました、全身の力。さあ木村がアピールします、何を持ってくる、あった、まるで圧殺状態、桃田がカット、しかし6人入り乱れました。試合の権利は井上と木村、桃田、そしてエーゲンがリングの外、ラッシャーも泉田も外です。さあどよめいてまいりました東京ドーム、木村が青コーナーのトップ、ここから行くのか、170キロのダイビングしてのネックブリーカードロップ、カバーだ、タイがダメ、悪役紹介に外貨が上がりました。なんと木村がトップロープから行きました。 5.2 東京ドーム大会は悪役3兄弟が制しました。最後抑えられた井上正雄、まともに木村の体が振ってまいりました。ファミリー軍団対悪役紹介、14分3秒、最後は木村の体固め、悪役紹介がものにしました。そして本日集まったお客さんに対してアピールはあるんでしょうか、ファンは期待しています。ラッシャーがマイクを持ちました。エーゲン、キマラと泉田とエーゲンがタッグを組むと、これぞ本当の団子三兄弟ですね。キマラ、お前団子食ったことあるのか。今度アメリカに帰るときはお土産に団子を買って帰りなさい。ファンの皆さん、本日は兄貴の引退興行に多数ご来場くださいましてありがとうございます。兄貴は今日引退しますけど、全日本プロレスは選手社員一丸となって頑張ってます。これからもご声援よろしくお願いいたします。